おはようございます、5時22分でございます。本日引っ越しの日でございます。現在は新たな新居にですね来ております。実家から送ってもらったエアベッドと布団を敷いております。何してる出たんですけども、で朝起きてまず緊急事態です。ここでちょっとおしっこをしまして、まあ、ケツシーズで拭くんですけど、ティッシュ拭いていきます。黄色いよな、明らかにここ黄色いよな。今ナビ、おしっこしただろう。はい。やばい、引っ越し初日にもうこれさ、退去費かかるじゃん、絶対これ。やばい。あー、ここにもおしっこしてる。これ消えなくね？こんなに染み込むタイプ。これはやばいぞ。どう考えてもこれ黄色い。なんでこんなすぐ染み込むの？お前。検索して、そこで全このフロアですね、敷きたいと思います。はい、というわけでですね、現在が6時58分です。もうめちゃくちゃ探しました、もう。インターネット、YouTube とか、検索でね、ペット、消臭、糞尿とかさ、探して、結果、コスパ的にニトリですね。この髪飛んでんな。はい、ニトリのフロアカーペットを購入することに決めました。でですね、今現在が開店時間が10時からというわけでですね、開いた瞬間も速攻でね、自転車飛ばしていきたいなと思います。とりあえず、何枚か買ってみて置いてみて、問題がなければね、もう継ぎ足しって、いろいろ購入して、目に見える範囲を全てガードして、しっかりできたいと思います。でないと、退去費用やばくなるから、これはさすがにやばい。緊急事態です。とりあえずまず、風呂入る。はい、というわけでですね、風呂入ってきてさっぱりしてきました。初めてですね、この新居でお風呂入ってきたんですけども、こんな感じですね。中ね、やっぱ広くなった感はありますね。で、そしてもう早速使ってます。空中に浮かせる椅子と、たらい。めっちゃいい。でもね、このね、この引っ掛けが、こいつに引っかかるというですね、問題点も発生しましたが、まあいろいろとね、試行錯誤していきたいと思います。そして、バスタオルをここにかけれる棒が今回改めてついてるので、めちゃくちゃありがたい。あとね、これいいわ。風呂入るときにここに引っ掛けておいて、風呂上がるときにここから取る。もう最高でございます。というわけでですね、まずはそのナビの散歩行っていきたいと思います。あとですね、これ最初からの初期風呂だと思うんですけども、このお風呂のところ、これ閉めますよね。自動で開くんですよ。どういうこと？いくよ。完璧だよね。これでもうギュッと引っ張ってんで、そしてこれを離します。いきます。なんか、これの問題もしや。いや、もう、どういうこと？出るか。そして、お前。おるさー。あ、待て。今現在の時刻が8時1分でございます。ナビ、ご飯食べるか。はい、フードストッカーで。ご飯。はい。ほら。はい、ご飯。ああ、もうこうして興奮してる。落ち着け。おしっここぼすなよ。あ、ボールじゃない。ああ、ボール持ってきた。投げてほしい。はい、監督のご飯ですね。もう何回買ったかわかんない。和風マヨネーズ。めちゃくちゃうまい。そして、生コッペパン。ツナ。前回卵買ったんで、今回はツナを買ってみました。そして、新発売。免疫ケア、プラズマスポーツ。というわけでですね、新商品ですね。ナビーの炭治郎でございます。ボール。どうしたの？今照明がですね、これ実家から持ってきたものです。でここにですね、シーリングライトと、あとここもね、こっち、ここにもつけたいと思っております。ただね、監督がつけたいと思ってたのは、こいつが邪魔でつけないよね。ここも、確かここら辺が60センチぐらいなかったらダメだけども、もうギリギリなのね。でここに関してはもう55センチしかないから、サイズを小さい照明をつけるというですね、くそーっていう感じですね。であともう一個なんですけども、こちらですね。はい、ここにもちょっと大きめのやつつけたかったんですけども、これね、いやー、なんだろう、おしゃれだなと思ってたんだけども、今思えばこれ邪魔くさかったな。まあ外そうなの、外せるにしても、横の幅が足りないので、ちょっとこれに合う照明を昨日楽天で購入しました。そして、お腹空いたので、こちら、うま辛味噌キムチラーメン。はい、こちらはですね、ニトリのフライパンです。ファイヤー。蓋も買いました。あ、これもね、やっぱ釣りしたくないね。できれば隠せる収納をね、今後やっていきたいと思います。で、今も本当ね、適当に、もう磁石があるから、ビールサーバーと、ニトリの台拭き、あと輪ゴムとか、剥がれの錬金術師じゃなくて、なんだっけ、これ。
これとりあえずつけてます。まあこれでずっとやっててもダサすぎなんで、色もね、今冷蔵庫がない状態なんで、冷蔵庫、洗濯機、テレビ等がない状態なので、どうしようかなと思っております。というかね、テレビね、今回いらないかな。もう場所はもうね、もう正直なところもうね、物をね、これ以上置きたくない。もうこの状態でもうなんか生活していきたい。今日の15時に来る予定なので、いろいろと調整していきたいと思います。今こちら、簡易椅子を使っております。そして備え付きのテーブルですね。あ、この価格いいな。お、カメラが自動的に追尾するぞ。よし、ではキムチいただきたいと思います。おお、うまそう。これで捨ててこぼすんだよな、やめとこ。というわけで後入れ液体スープを入れます。すげえな、このカメラ自動追尾すげえな。はい、というわけでいただきたいと思います。旨辛キムチ味噌ラーメン。あ、いいわ、キムチと味噌がね、いい感じに合ってて、しかもキムチ入っております。おお、キムチ食感、味が濃い。でははい、どうも皆さんこんにちは。カトラの監督です。すごい雨です。もうべちゃべちゃです。足も見てこれ。やばい。べちょんべちょん。ああ、ひどい。ちょっと買い物時間かけすぎました。15時以降に、あれだよ。あと3時間、ちょっと顔拭いて、旧家に行きたいと思います。勘弁してくれ。はい、というわけで家に到着しました。でさっきですね、あと引っ越しセンターから連絡来たので折り返したところ、なんとですね、今1時4分なんですけども、半から来れるというわけで、急いで荷造りあと30分でしたいと思います。急ぐぞ急ぐぞ、やばいやばいやばい。よし、あとなんかあるか、あとなんかあるか。大体いい感じだよな。大体もうあとはもう持ってってもらえればいいよね。ウォーターサーバーの電源を落とします。あともうコンセント系がね、いっぱいあるんです。パソコンのケーブル外してね、やべじゃないよね。電源が入ってないから、ちょっと一旦全部外します。ストーブも外す。よいしょ。まあまあまあ、ちょっと一旦止めます。一旦と、やべ、熱っ熱っ熱っ。だね、もうちょっと余裕あるかと思ってた。業者が持ってってくれました。というわけで、こんなに広かったのか。こちらクローゼットでございます。いや、広いね。結構で上に物もあると。そして、なんと水持って行ってくれませんでした。なんでこれ持ってきたいと思います。地下鉄移動です。ここにロフトベッドがあって、でここにタンスがあった。そしてひっくり返って、ここにウォーターサーバーがあった。めっちゃ広いな。そしてここが編集ルームですね。いや、広いな。いいね。はい、ここに牢屋ソファーがあった。懐かしい、懐かしいよ。広いな。いや、この家広いな。バカ広いぞ。キッチンこんな広かったんだ。今回のキッチン、この本当に今のこの影みたいな感じの狭い場所なんで、物どうしようかなというね、すごい困っております。そしてですね、忘れました、こちら靴。これ持っていきたいと思います。しくったー。というわけでですね、ちょっと今日はですね、速攻で今新居に地下鉄で乗って連絡して刃物を運んでもらいたいと思います。で、明日の掃除用具を振り分けなきゃならないな。とりあえずフォーキ、フォーキいるね、フォーキいる、ティッシュいる、アルコール瓶いる、網で刺している。購入品紹介をやっていきたいと思います。ニトリで購入したふわふわのタオル、こちらをですね、ちょっと前に購入しました。こちらですね、シンク、扉、タオルホルダーにつけて、こいつをこのところにね、カタッとつけてタオルを
ずっと吊るしていきたいと思っております。はい、とりあえず100均で買いました。カビ出たんで新しく買ってきました。そしてめちゃくちゃ良かった汚れ防止テープ、こちらガスコンロ周りにも使いたいと思って2つ買ってきました。その下着ケース、今これ入るかな、ここに、あ、いいですね、ここに下着類を入れたい、めっちゃ喋んない、サイズですね、入るかなこれ、あ、大丈夫か、とりあえず後でやってきます。お待たせしました、ペーパーモーターカバー、トイレのトイレットペーパーのカバーを買いました。ニトリで購入しました。そしてまたまたニトリの、お皿立て、はい、持ってなかったらもう収納が狭いので、こういうものでねちゃんと収納していきたいと思います。私の学びが待ってるぞ。ガチャリ。わあ、涙。はい、でここ来ます。はい、ダンボール、アート引っ越しセンター来ます。もう物がいっぱいです。でここにですね、パソコンとかモニターを置いてもらってます。そしてナビの小屋があります。そしてここにテレビボードがあります。そしてフィギュアケースがここにありまして、ゲーミングチェア、ゲーミングチェア。そして今こちらベッドがあります。そして見てくださいこのダンボール。ダンボールの山、やばいよこれも。さーて、これ荷ほどきめちゃくちゃ時間かかるぞ。どこに何が入ってるか分かんないからね。もう1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,27個でございます。27個やばいな、やばいでしょこれ、すごいよ。もうこれやばいんですけど、マジで本当にやばいんですけど、もうこの家狭いぞ、もう何もできないじゃんこれ。とりあえずね、場所をどこにするのかも分からなかったんで、てか2時間早く来てしまったんで、どういう順番で荷ほどきしようかっていうのももう全然もう考えてないです。あー、ここら辺すっきりする。あー、涼しい、涼しいね。痛い、なんだなんだこれ、ご飯粒だ、乾燥ご飯粒が落ちてる。なんだこれ、どっから出てきた。あと服もうパンパンです。約4万円でお願いしました。アート引っ越しセンターありがとうございました。はい、というわけで夜食です。鉄板屋めちゃくちゃでかいです。うわ、でっけ、税込み430円、安っ。これが手です、手のサイズです。でっか。そして俺の名刺、そして大きなシュー、そして目の前には、はぁ、あ、頑張ろう、とりあえず食べよう。今なかなか手に入らない卵と焼きそば、うわ、うん、うまっ、ボリューム満点で最高です。かなり荷物が減りました。ほぼほぼですね、段ボールを解体できました。ここに残ってるのはフィギュアとか空箱なので、初日でですねほぼ全部の段ボールを解体できたんですが、まだまだですねごちゃごちゃとしておりますね。で、あとこのねメインの PC のデスク、これ使おうか使わないか結構迷っております。で、これが布団ですね。で、冷蔵庫来ました、こちらでございます。上にはい、でここにレンジがございます。はい、この辺はもう前回と一緒ですね。とりあえずもう荷物をねここにうちゃっと置きましたね。で、この辺に関してもまだねテレビどうしようかなと思ってます。もしかしたらプロジェクターに変えたいかなと思ってます。もう置く場所ないんでね。で、モニターとかね、で、ナビの小屋がそこにあって、とりあえず、いろんなものがありますね。で、フィギュアケース一応今この端にあります。と、あともう一個、いや、どうしようかな、もう最終的に一つにしようかな。キッチンゾーンもねちょっともうごちゃごちゃしてますね。で、相変わらずですねこのライト、もうずっと、常時点灯しっぱなしでございます。連絡来るって言ったの来なかったな今日。冷蔵庫つけました、多分もう使えると思います。なんで基本的な大体もう出揃ったかなと。あと最近変えたところで言うと、これニトリで買ってきました。いい感じでできてきております。今日はもうこれでねもう寝るんですけども、時間的に今何時？ 12 時40分ですね。歯を磨いてから寝て、で、明日ですね、朝一、旧家に戻りまして、掃除をめちゃくちゃして、退去費をかかるのか聞いてみて、鍵を返すというね、ミッションが残っております。そうしたら、もう完全にもう、このうちで、生活となります。よし。今日は疲れたんで、もう寝ます。おやすみなさい。2日目でございます。掃除グッズがすごいですか？え、なんなの？とりあえずこんな感じです。これはうまいわ。絶対 100% うまい。